牧修吾は、長野県中野市出身のプロ野球選手、宇藤右内、横浜 DNA ベイスターズ所属。中野市立中野小学校1年の時に、キングアニマルズで野球を始め、中野市立南宮中学校在学時は、若保リトルシニアに所属。松本第一高等学校では、3年春の県大会に優勝も、2年夏と3年夏はいずれも県大会初戦敗退。 高校では2学年上に、桃瀬大輝がいた。中央大学では1年からレギュラーを獲得し、3年、春季リーグ戦で、首位打者、同年秋季リーグでは MVP に輝いた。また3年夏には、日米大学野球選手権大会の日本代表にも選ばれている。大学通算成績は打率。285、82安打、5本塁打、50打点。 ベスト内に4回。2020年10月26日に行われた、プロ野球ドラフト会議では、横浜 DNA ベイスターズから2巡目で指名を受けた。契約金7700万円、年俸1300万円で仮契約した。背番号は前シーズンまで、ホセロペスがつけていた2。2020年12月6日、横浜スタジアムでのファン感謝祭で挨拶する。 マキ2021年、本職は二類種であるが、レギュラー一類種候補であった、ネフタリソの来日が遅れたためキャンプ中から一類種の守備練習を続けた。オープン戦では9試合に出場し、打率273と結果を残した。開幕を1軍で迎え、3月26日の読売ジャイアンツとの開幕戦で3番一類種としてデビューした。 3月27日の巨人戦では、プロ初安打。3月28日の巨人戦でプロ初打点。3月31日の東京をヤクルトスワローズ戦では、プロ初本塁打を記録した。以降は一類種のレギュラーとして出場していたが、4月15日に、外が合流すると、本職である二類種として、出場を続けた。6月8日の埼玉西部ライオンズ戦では、 シーズン7度目の猛打賞を記録し、1959年に桑田武史が記録した新人球団記録に並んだ。前半戦は81試合出場で打率277、12本塁打、38打点を記録した。8月25日の阪神戦では令和初のサイクルアンダを達成。新人選手のサイクル安打は2019年のオールスターゲームで、 近本工二が達成して以来公式戦では史上初9月28日のヤクルト戦でシーズン117アンダ目を記録し1959年にクワタが記録した球団の新人サイトアンダ記録に並んだ翌日の9月29日の第2打席で右翼へにルイダを放ち球団の新人サイトアンダ記録を更新したタイラー・オースティンが 負傷離脱した10月6日の阪神戦から、球団新人としては、黒木元康以来61年ぶりとなる4番に、起用された。10月26日のヤクルト戦では、長島茂雄の持つ、セリーグ新人最多に塁打記録を塗り替えたほか、前の試合から5打席連続2塁打で、連続打席に塁打の NPB 新記録を樹立した。最終的には打率、314。 本類打22本、71打点の好成績を残し、清原和弘以来となる新人3割20本を達成した。また、球団新人としても1967年の松岡餌弘以来54年ぶりとなる規定打席到達者であり、打率3割超えは初である。バットコントロールに優れる長距離法で守備については送球精度が高い。 下半身の粘り強さにより、右方向に打つ力に長けており、2021年にサイクルアンダを達成した時は、いずれのアンダも中堅から右方向であった。中央大学時代に巻を指導した清水達也によると、入部時から右に打つ能力があったという。本職の守備位置は二類種だが、試合に出られる場所であれば、セカンドでなくてもサードでもファーストでも出られるような、 準備をしていきたいと語ったように、高校以来となる一類種、そして三類種をも務める。DNA の三浦大介監督は、牧の守備を、意外と器用だなと思って見ていますねと評価している。阪神の佐藤輝明とは、大学3年の日本代表合宿で知り合ってから、仲が良く、東京オリンピック開催に伴う、シーズン中断期間中の2021年7月20日には二人で、 インスタライブを行った。大学時代の憧れの選手は中田翔。鍛えたそのパワーの歌い出しで始まる、個人応援歌はかつて、村田修一のベースターズ在籍時代に使用されていた曲で、現在は牧がその後を受け継いでいる。ありがとうございます。